第77回日本選手権競輪優勝、山口健也。バンク内ステージに到着いたしました。それではここからは鈴木陽子さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは改めてご紹介いたしましょう。第77回日本選手権競輪、見事栄冠を勝ち取りました山口健也選手です。皆様今一度大きな拍手をお願いします。それでは山口選手のシャンパンファイトに参りましょう。山口選手、私のシャンパンファイトですの掛け声で勢いよくお願いしたいと思います。それではよろしいでしょうか。それでは山口選手によるシャンパンファイトです。おめでとうございます。はい、それでは準備ができ次第喜びの声を伺ってまいりたいと思います。さあ、それではここからはですね、喜びの声を伺ってまいりたいと思います。インタビュアーはお父様、山口浩二さん、お願いいたします。見事ダービー王に輝きました山口健也選手です。おめでとう。ありがとうございました。今の気持ちはどうでしょう。ちょっと信じられない気持ちの方が大きいです。ダービー王ってなかなかなれんよ。いや本当ですね、せっかくやっと掴んだ初めての G1 の決勝だったんで、なんとか爪痕を残そうと思いました。どのあたりから優勝の手応えはあったんでしょう。いや、最後、ちょっと本当に刺したかなっていうのを思ったんですけど、ちょっと勘違いでガッツポーズもちょっと恥ずかしいんで、モニター見て自分が抜かれてたんで、そこで確信しました。ゴールした時はどんな気持ちだったんですか。いや、もう本当に信じられない気持ちの方が大きかったですね。初めての G1 でダービーをどうですか。持ってますね。ケンヤ覚えとるか。お前12年前俺のグランプあそこで見とったんやぞ。確かにそうでした。あれからたくさんみんなに迷惑かけて競輪選手になって、こういったところで皆さんに挨拶できることを感謝しなさい。皆さんに感謝の気持ちと、これからの健也を自分の言葉で表現してください。本当に初日から後ろを固めてくださった中部の先輩とか、前走ってくれた中部の後輩とか、今日も悪天候の中応援してくださった皆様のおかげで、G1 取ることができました。まだまだグランプリもありますので、父に追いつけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ケンヤおめでとう。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして表彰式へ移らせていただきます。はじめに内閣総理大臣杯として、経済産業省製造産業局車両室長橋爪正文様より優勝カップが贈られます。おめでとうございます。
続きまして経済産業大臣賞として賞状と優勝旗が贈られます。賞状優勝山口健也殿、あなたは平塚主催第77回日本選手権競輪 G1 において優秀な成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。令和5年5月7日経済産業大臣西村康稔、おめでとうございます。おめでとうございます。では続いて優勝旗の贈呈へと移らせていただきます。おめでとうございます。橋爪様ありがとうございました。はい、おめでとうございます。また後ほど写真撮影の時間は設けさせていただきます。落合市長ありがとうございました。なお山口選手にはフランス大使賞、平塚市議会賞、公益社団法人全国競輪施工者協議会会長賞、公益財団法人 JKA 会長賞、一般社団法人日本競輪選手会理事長賞、関東スポーツ紙7社会賞が贈られます。では続きまして平塚競輪イメージキャラクター筧美和子様より花束が贈られます。おめでとうございます。ではそのままですね、写真撮影のお時間を設けさせていただきます。プレスの皆様よろしくお願いいたします。ではお二人、まずプレスの、左側の皆様にですね目線をお願いしたいと思います。はい、ではお二人とも素敵な笑顔でお願いいたします。左側の皆様よろしいですか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ではプレス中央の皆様に目線をお願いいたします。はい、中央の皆様よろしいでしょうか？はい、それぞれのカメラに目線をどうぞよろしくお願いいたします。では続いてよろしいですか？はい、右側のプレスの皆様に、はい、目線をそれぞれお願いしたいと思います。ツーショットでの写真撮影に落ちていただいております。よろしいですか？はい、ありがとうございます。筧様ありがとうございました。では続いて優勝カップを持っての撮影と移らせていただきます。では筧選手、まずはプレスの左側の皆様に姿勢をお願いいたします。笑顔でお願いいたします。左側のプレスの皆様よろしいですか？よろしいでしょうか？ではさ、こちら中央の方にもお願いいたします。目線を中央のカメラの皆様に、はい、お願いいたします。はい、中央の皆様よろしいでしょうか？では続いて右側のプレスの皆様に目線をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか？では優勝カップ以上とさせていただきます。では続いてですね、優勝旗に持ち替えて、はい、撮影を行います。では同様に筧選手、こちら左側のプレスの皆様に目線をお願いいたします。よろしいですか？はい、笑顔でお願いしたいと思います。はい、よろしいですね。では続いて中央のプレスの皆様に笑顔でお願いしたいと思います。はい、中央のプレスの皆様、あ、はい、もう少しですね。はい、中央の皆様よろしいですか？はい、ありがとうございます。では続いて右側のプレスの皆様に、はい、お願いいたします。優勝旗での撮影よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。では続いて賞金ボードを抱えての撮影へと移らせていただきます。ちょっと風で煽られますのでご注意いただきつつお願いします。はい、では先ほどと同様です。左側のプレスの皆様に、ではちょっと掲げていただいて、はい、いかがでしょうか？賞金ボードを掲げての写真撮影を行っております。
左側のプレスの皆さんよろしいですね。では続いて中央の皆様に目線をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、まだ中央の皆様大丈夫ですか。はい、では続いて右側の、はい、プレスの皆様にお願いいたします。よろしいですか。はい、では賞金ボードを掲げての撮影は以上とさせていただきます。お二人でのツーショットいきますか。はいではお願いしたいと思います。では、あ、いいですね。ではお二人、まずは左側のプレスの皆様に、はい、目線お願いします。場内のお客様からも、そしてご来賓の皆様からも拍手をいただいております。ありがとうございます。はい、では中央のプレスの皆様に目線お願いいたします。笑顔でよろしいですか。中央の皆さんよろしいですか。はい、では、はい、続いて右側のプレスの皆様に、はい、とびっきりの笑顔でお願いいたします。親子での撮影となっております。はい、プレスの皆様よろしいですね。はい、よろしければ写真撮影以上とさせていただきます。ありがとうございました。それでは主催者の平塚市長落合克弘より閉会のご挨拶をさせていただきます。平塚市長の落合克弘です。第77回日本選手権競輪、6日間にわたって無事に開催することができました。これもひとえに参加いただいた選手の皆様、そして関係者の皆様のご協力の賜物と改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。一連のレースを通して選手の皆さんは本当に熱い戦いを繰り返してもらって、衝撃のラストという言葉を使わせていただきましたけども、きっと大きな大きな感動をですね、与えてくれたものというふうに思っています。そしてこの第77回日本選手権競輪を頂点に立った山口健也選手、本当におめでとうございます。またお父様の山口浩二さん、本当に平塚競輪もですね、実は山口浩二さんにはお世話になっておりますので、私からも大きなお祝いのですね、お送りさせていただきたいというふうに思っています。さて平塚氏もですね、この競輪に対して一生懸命いろんなことに取り組んでまいりました。これからもこの競輪界を盛り上げるためにいろいろなことを取り組みながら、しっかりとですね、競輪界を支えさせていただき、競輪の魅力をアップをしていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いを申し上げたいと思います。そして、来年のですね、8月にはこのアベマ湘南バンクにおきまして、オールスター競輪を、第67回のオールスター競輪も開催をいたします。また皆様にお会いできることを楽しみにしております。結びに全ての皆様に感謝を申し上げまして、この会の第77回日本選手権競輪閉会とさせていただきます。6日間ありがとうございました。落合市長ありがとうございました。